お疲れ様です。遅くなりました。ちょっとインスタと X の方にはなるんですけど、写真をね投稿して、そう、Android の写真の共有の仕方にてこぞってそう、昔の携帯が Android だったので、渚さんとの写真を載せたんですけど、渚さんとの写真なんかほとんどが Android の中にあって、やばいと思って何度も失敗をし、やっと多分昔に多分載せてる写真も多いんだけど、載せてなかった写真とかもあって、実はもうまだ渚さんとの写真あったんですけど、渚さんがメールで私のことを2018年の9月3日に渚さんのメールの方で、あの私との写真を載っけてくれてる、その写真が私の携帯になくてそう、私もうメールアドレスを変えてるので、昔のメールを見れなくて、そう、2018年9月3日の渚ちゃんメールで私の写真が載ってるんですけど、その写真とかは今回載せれてないので、全てではないって考えたらいっぱい思い出があるなって思いましたなんか他の他グループだし、コロナもあってなかなか会えてなくて、他の人方と比べたらなかなか濃いものがないかなって思ってたんだけど、こう見てたらいっぱいあって握手会のたびに突進しに行ってたなとかいろいろ思って、そう、いろいろちょっと考えちゃった一日でしたね。そう、まあ今日は大好きで大尊敬していて、本当に渚さんの存在がなければ今の私はいないと言っても本当過言ではないぐらい大きな方の今日卒業公演で、まあ残念ながら行けなかったんですよ。私も行く気満々でプレゼントとかも買ってたんですけど、まあ卒業コンサートの方は行かせていただいて、卒業コンサートのとこ時にはも時にもお渡しさせていただいたんですけど、卒業公演はまた別だと思ってもう用意してたんですけど、行けないっていうことが昨日分かりまして、でもすごくいろんな方が頑張ってくださった。 NNB さん側は大丈夫ですとのことだったんですよ。席とかの関係とかも大丈夫だけど、そう、 NNB さん側が大丈夫だったんですけど、今回はコンサートと違って劇場公演というファンの方とのにもすごくあの気づかれちゃう可能性も高いということもあって、 STU 側のマネージャーさんが絶対帯同として、絶対行かなきゃいけない、行くことが行くこなこれんいることが最低条件みたいな感じだったんですけど、なんといいことにですね、 STU 今日すごく忙しいみたいでいいこと、グループが忙しいのはいいこと、 STU 大稼働しているのでマネージャーさんが誰一人空いてなくてそう、なんならマネージャーさんじゃない STU の大人の方も稼働するぐらい今日めちゃくちゃも人が足りてない日だったらしくてっていうので、南さんごめんなさいってすごく私の担当マネージャーさんにすごく、あの私が本当は行きたかったんだけど無理でっていうのをすごい昨日電話で言ってもらって、だからいろんな方 NNB さん側ももう準備してくださって、 STU 側もいっぱい頑張ってくださったけど、 STU 忙しいのはいいことだということで、まあそれで無理だったんですね。でもなんかすごい担当マネージャーさんがすごくいい方で、なんか南さんの大恩人である
方の卒業公演本当に生かしてあげたいんですけどみたいな、すごく昨日もう電話で直接お話ししてくれて、でもう仕方ないことじゃないですか。私はありがたいことに STU48 っていうグループで活動させていただいてるから、勝手なことはもちろんできないから、それは今の現状があるがゆえの悩みというか、もうありがたいことがゆえの仕方ないことだったから、もうその時泣いちゃったんですよ、思わず電話でもね、ウエーってなっちゃったんですけど、そうあの担当マネージャーさんがなんと今日の公演のやつプレゼントしてくれてそう、そう私月額で DMM さん入れてなくて、毎回単独のやつで買ってたんですけど、生誕祭とか今日もその予定で、ニコニコさんもニコニコさんを買ってたんです、あのニコニコさんにも入ってるんですけどニコニコさんはそれは言えず買って送って買って、もう私のやつで見て言っちゃダメかな、内緒ということ、そう、まあ、ニコニコさん もう会員だったの、ニコニコさんの方でもやってたか、アフタートークはそちらの方で見させていただいたんですけど、いろんな方が頑張ってくださったけど、今の自分のありがたい現状と STU のありがたいバタバタというのでいきませんでしたが、配信で見させていただきまして、その渚さんにも昨日の段階でご連絡させていただいて、そう、その時に渚さんもすごく残念がってくださって、みなみちゃんに届くように配信でパワーぶつけるねみたいなことも言ってくださって、そうだからもう配信最善で配信だけどペンライト持ってやり、いや、一人で今やりました、いっぱいそうなんか夢中人から始まったのが卒コンの私2日目だったんですけど、5日目と一緒で、そうもう卒コンも夢中人1曲目で泣いたのにやっぱ1曲目で泣いてわーだったんですけど、まあ行きたかったけどね、仕方ないし、もう今後渚さんがファンクラブ開設、今 NNB さんの方で個人ファンクラブをやっていただいてて、それ入ってるんですけど卒業するとなってまた変わっちゃうから、今後ファンクラブを開設することを願ってファンクラブイベントにも行けるようにNNB さんとしての最後の場には行けなかったけど、今後の渚さんのいろんな場、渚さんは女優さんの道にも行かれるので、そういう試写会だったりとかもういろんなとこに行けるように、そこでその今日の気持ちを払拭できるぐらい愛を伝えたいと思いますっていうぐらい、渚さんはすごくいろんな場所でもう見ることもできる子だし、なんか会える場もあるじゃないかなと思うぐらい本当にもう大活躍なされて、それは渚さんの努力とかのものなので、あのそんな簡単に言葉には言えないんですけど、でもそれが絶対そうだろうなっていうぐらいうちの推しメンすごいんでそうで、私はね、その卒コンでその時間の関係上、なんか人なんていうの、その関係者一組につきみたいな感じだったから、時間の関係上卒コンで写真を撮れなかったんですよ、二人で。今まで会う場所会う場所で二人で撮らせていただいてて、自分の中で全部宝物になったんですけど、3人で撮れたっていうことは、まず写真を撮れ、その場でドレスを、ツコンドレスを渚さんと撮れたっていう、めちゃめちゃ嬉しいけど、2人で撮りたかったなって思いもあって、今日それも会って行きたかったんだけど、まあ無理だったじゃないですかっていう私の
勝手なわがままでそれを渚さんに言って、よければよければ今日のソロ写真くださいって言って笑いました私のわがままなんですがって今日のソロ写真くださいって言って、1枚だけじゃなく2枚送ってくださって、もう抱いたからもう絶対見せないツーショットではないんですけど、この貴重な抱いたからも結構渚さんにかけてもらった言葉、会うたび会うたび会いに行かせていただいてたので、かけてもらった言葉は本当に大事な、これからの指標っていうぐらい大事なものなので、寂しいけど頑張ります、私もうう私のロック画面もずっと渚さんは変わらない、写真は変わっていくかもしれないけど変わらない、今の写真は本当にロック画面、なぎちゃんなら見せてよって思うじゃん。見せれないのよ。なんでかっていうと、なぎささんがなぎちゃんメールでみなみのことを書いてくれた時のにの書いてくれたメールに載ってた写真だから、メールの写真だから見せれませんそう、みなみのことを書いてくれたメールの写真だから、これもう本当に絶対見せない、ずっと言う。いや今日初めて来た人もいるかもしれない、いいじゃないですか、そういいんですよ、そう岩田家でのそういうことも言わないでほしいな、ちょっと見えただけなのに、全部見せてないのに、意図的でもないのに、あって私も思ったんだから、あと思ったんだろうけ、言わんでいいでそんなねえ、あーなんか感燃焼したないやでもすごく素敵な公演だった。ジャングルジム聴けると思ってなくて、もう渚さんがジャングルジムを歌う前に、なんか大きいコンサートで歌わせてもらってって言って、虫のバラードの名前が出たから、虫のバラードじゃない、あジャングルジムってなってそうあってなって、そうジャングルジムと思って、でなんか今日だけね、ちょっとなぎちゃんっていう言葉を言わせてもらうと、結構なぎちゃんの11年間のアイドル人生の最初は私正直まだ見つけれてなかったけど、今回のなぎちゃんの卒業を機に、どこだろうって考えたんです。そこまで何年目だろうって考えたことがなかったから、どこだろうと思って考えてたんですよ。考えたと計算したんですよ。なんか私が最初に見たのがこのな、あのこれだからみたいなそうこの何年だから、何年そう何年の何とかのシングルから NNB さんをより追い始めたからみたいなそうそう、そういうのをずっと考えてて、だから正直渚さんの11年間最初からは追えなかったんですけど、私がねちょっと見つけるのが遅かったがゆえ追えなかったんですけど、その計算をした結果、9年間でした9年間だって、9年間でした。そう9年間ずっと満たしていただいて、そうそのうちのね7年間弱は後輩として
触れさせていただいて、だから私9年間ずっと渚さんロック画面だなと思ったら、わーっと思った。いや、なんかずっと私はもう見つけた日から9年間ずっとって言ったら、一つ語弊があるのが、なぎっしゅの時代もある。ずっとなぎっしゅなぎっしゅなぎっしゅで、9年間のうち7年じゃか2年間はなぎっしゅ、 STU に入ってあのフーと出会って、あのしゅうちゃんの妹ちゃんなんですけど、フーと出会ってフーからしたら、お、ね、あのメンバーがお姉ちゃん、メンバーのロック画面がお姉ちゃんでちょっとあれかなと思って、そうと思いまして、そう、あの ST 内って変えたので、そう7年間の9年間のうち2年間はなぎっしゅで、そのうちの7年間はなぎささん一人、今までいろんなロック画面にしたと言っても、正直私写真あんまコロコロ変えないタイプで、この今の自分のことを語ってくれたメールの写真の録画面の前はあれなんですよ、あの山本彩香さんの卒業シングルの衣装を着てひって笑ってる渚さんの写真だったので、あのそんなコロコロ変えないタイプなので、7年間渚さんソロで2年間なぎっしゅって言っても、使用した写真は少ないかもしれない。本当にコロコロ変えないタイプ、LINE の画面とかも本当に1年間に1回変えていいレベル。いや、そう、本当に変えないんですよ。そう、だから今後なぎささんがまた新たなとこになった時に、また素敵なお写真を見つけて、もう全部素敵なんだけど、でもこれからも変わらない絶対。それは言い切れる。なんか渚さんの写真を探す、あの昔の携帯にあったから移行することで時間費やしてた時間の時に、なんか昔の携帯だから昔の写真とかも出てきたんだけど、なんか一番最初のなんかの一番入った2017年の一人ずつピックしてもらってる1期生だけの時の一人ずつピックされてる写真もインタビューも、尊敬する人は NNBO で芝居渚さんって書いてて、なんか自分のそういう一途なとこ好きと思って、なんか最初の選挙の多分紹介なのかな、 STU の紹介かな、わかんないんだけど何の本だったか。ちょっとね、本当はゆっくり配信をして喋りたかった、みんなにちょっとまあ慰めてみたいな、でも慰めてと同時にこの私のどれだけ好きかっていうのをもう一回伝えようと思ったんだけど、ちょっとそういうのでなかなかで、あの写真がアンドロイドが写せなくて、そうだから渚さんファンの人とちょっと語りたいってレベル。あ、ギフトありがとうね、全然俺言えてなかった。そう、あれLINE でかけていただいた言葉も全部大事にして頑張りたいなと思います。ちょっとね、あの今インスタストーリーのさ投稿しましたみたいなやつやりたいんだけど、だからちょっと配信が遅くなったことだけが申し訳ない。あと4分で今日はじゃ、でも今日中にさ写真載っけないと戻せれないからさ。なんかそれも悲しかった、載せれないのと思っちゃって。そう、それも悲しかった。
分かんない、そのルールとして聞いたわけじゃないけど、 STU がそうだから、 STU が卒業した次の日にその人の写真勝手にはできるよ正直。あのインスタとかもストーリーとかもインスタどっちも一緒や勝手にはできちゃうけど、そう勝手にできるものはできちゃうけど、それこそ検閲が入るものは全部止まると思う、メールの。STU とね、わかんない、ねねみさんが違うのかわかんないけど、 STU のなんつで言うと、私が一応他グループなのでそこら辺に迷惑をかけれないので、勝手にはできるんだけどね、もうそこはやるかどうかって感じですよ。みんなどう思ってたかわかんないけど、私はあのそういうのをちょっと守っちゃうタイプなので、ということでちょっと壇上を急いでみますね。またゆっくり話せるように。13ヤクタケさん、12ホーユーさん、11メイザホースビービズユーさん、10位ダッタさん、9位これなんて呼ぶんですか、マルビマルビさん8位ヨックンさん、7位ドンさん、6位シバケンさん、5位タケさん、4位アプラクさん、3位ツヤツヤさん、2位カニエさん、そして1位がテレレレンテレエビさんでした。ありがとうございます。あ、合ってた、イエーイそれではキャッチエイズしたいと思います。私がどこどこって言ったかくれよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ見つけた、みーのこと押してみひん、ヒュー、ありがとうございます。兵庫県出身石田みなみでした。待ち合わせやであとあのツイッターのインスタの方には書けれなかった、書けれなくてツイッターの ALT の方には書いたんですけど、私がこうやってる衣装はね、あの AKB さんの総選挙のライブの時に何の楽曲の衣装でも着れますみたいな、今もう二期生ちゃんたちが聞いて羨ましいってなることがあって、その時に君と出会って僕は変わったを選んだんだよっていう時の一枚でした。懐かしいですよねこれも Android にありました。よかったです。私が携帯を下取りに出さないタイプでごめんね、バタバタしちゃってありがとうございました。だから Twitter とインスタいいねして拡散しててください、コメントもくださいバイバイ、じゃあね、うん、おやすみー。